はい、それでは、マスコミの皆さん、大変お待たせいたしました。ただいまより、来年夏の参議院議員選挙、立候補予定者発表、記者会見を開催させていただきます。はじめに私、本日の司会進行を務めさせていただきます、民主党岡山県連の幹事長で、県議会議員の浦口浩天でございます。どうぞよろしくお願いいたします。まずはじめに、岸本周平県連代表より、立候補予定者の経緯等を含めご挨拶をさせていただきます。岸本代表、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。民主党和歌山県連代表の岸本周平でございます。坂田孝則さん、今日ここに座っていただいておりますけれども、私ども民主党和歌山県連は前回の参議院選挙で地方選挙区の候補が立てられなかったということで大変反省をいたしまして、それ以来地道に候補者発掘の活動をしてきたんですけれども、今年に入っても特に具体的な候補がいなかったものですから県連独自の公募をさせていただきました。これは党本部とは別立ての県連での公募でございます。その中で坂田孝則さんが応募をしていただきまして、私どもと何度か面接を重ね、最終的に県連の常任幹事会で候補者に決定をし、党に上申をしているところであります。ほぼ内定しておりますのですが、正確に申し上げますと、あさっての火曜日の常任幹事会で正式決定ということが、党としての正式決定は常任幹事会が必要でございますので、そういうことでありますけれども、内定をしておりますので、今日岡田代表が来県された機会に記者発表をさせていただくことになりました。私からは以上です。はい、ありがとうございました。皆さん のお手元に坂田孝則立候補予定者のプロフィールを言っていると思いますが、それをご覧いただきたいと思います。それではここで、坂田孝則より立候補予定者より、ご挨拶をさせていただきます。よろしくお願いします。ありがとうございます。着座にて、ご挨拶させてください。すいません。私ですね、この度和歌山県選挙区で来たるべき、参議院議員選挙、和歌山県選挙区より民主党から、立候補させていただく予定と なりました坂田孝則でございます。和歌山県連の公募に応募させていただきまして、立たせていただきました。昨年の突如起こったその解散総選挙の際の、岸本代表のご奮闘ぶり、一有権者として、見ておったんですけれども、その戦い、そしてまた民主党のご関係の方の日頃よりの精力的なご活動、厳しい中にあっても民主党の旗を立てて堂々と、厳しい中であっても民主党の旗を立ててされている皆様を 見ておりまして、ね、和歌山県民の一県民として立ち上がる人間がやはり誰か一人は出てこないといけないだろうと思い、私のこれまでの人生を振り返り、これからを考えるにあたってここで立たせていただこうと思い、立候補した次第でございます。以上です。はい、それでは次に岡田克也民主党代表よりご挨拶をお願いいたします。はい、民主党代表の岡田克也です。今坂田さんが立候補の決意を述べられました。手続きを言いますと、今度の火曜日党の常任幹事会で、正式に決定されるということになりますので、現段階では予定者という位置づけかと思います。ただ常任幹事会では問題なく全員の賛成をもって、承認されるというふうに考えております。来年の参議院選挙極めて重要です。安倍政権の暴走を止めるためには何とかしてここでしっかりと歯止めをかけなきゃいけない、そういうふうに考えております。そういう中で坂田さんがこの厳しい和歌山でしっかりとはっきりと手を挙げていただいたことは本当に心強いことだというふうに思っております。坂田さんは与党時代、私の下で、仕事をしてくれた中塚さんの下でも
スタッフとして秘書として働いた経験もお持ちであります。政治のことは一通りもちろん分かっておられて、かつ、中小企業の、経営者として、地元の状況もよく分かっている、そういう人が今回立候補していただき当選していただければ和歌山は大きく変わるんじゃないかと、そういうふうに思っているところであります。はい、ありがとうございました。それではこれより質疑応答に入らせていただきますが、どうぞ挙手。はい、どうぞ。NHK の立畑といいます。どうぞよろしくお願いします。まずですね、最初話ですね、言うとかぶるところもあるかもしれないですけれども、立候補を決意された思いとですね、何をこう訴えていかれたいかというのをお伺いしたいと思います。立候補の思いですけれども、これはですね、今大変民主主義が危機だというとちょっと大げさなんですけれども、小選挙区制が、導入されたところで、野党で迎えた先ほどの解散総選挙で、本当にその二大政党制といいますか、この選挙区で、民主党の候補が勝てるのか勝てないのかというのがすごあったときにですね、すいません思いですけれども、私はその思い描く二大政党に可能性を感じて、岸本代議士の活動を信じて立ち上がろうとした次第でして、で何を思い描いているのかということですけれども、やはりまずは県民の信頼を取り戻したいということです。私は選挙活動といいますか政治活動ですけど、選挙活動を主に中塚代議士の時代学んでまいったんですけれども、それをやっぱりその実践をですね、和歌山でも行い、民主党誤解もかなり受けているところがありますから、説明不足の面がかなりあるんじゃないかと、本当はもっと評価されてもいい部分かなり私はあると見ておりまして、それを分かっていただくためには歩く人間が必要だと、その先頭に立ちたいとの思いでの応募でございましたので、ご理解いただきたいと思います。はい、わかり、はい、どうぞ。追加でお伺いしたいんですけれども、ご自身 の、 現政権の受け止めとですね、ご自身が具体的にこう何をこう訴えていかれたいかというのをお伺いしたいんですけれども、はい、まず一番大切なものっていうのが、国民との信頼関係だと思うんですけれども、先ほどと言いますか、今般新三本の矢も出されてますけれども、その前 の、 その異次元の緩和とかの前の3本の矢の検証もないままに新しい3本の矢を出しておられるとか、またその異次元の金融緩和っていうのは、これは本当に異次元の話でありまして、そういうことはいわゆる法律を守る、憲法を守るとい う、 こう中での禁じ手を使っての、それでも国民の生活を良くするためのやむを得ない積極的な決断だったかもしれないけれども、信頼関係といいますか、法律を守る立憲主義のこともありますけれども、信頼関係のないまま暴走といえば暴走になっている。だからこれにその意見がどうあれ手を挙げる人間が出ないといけないという思いでありまして、政権に対する考え方というのは、とにかく信頼というものを大事にないがしろにされている部分もあるのではないかと思っております。はい。はい、次に小田さん、よろしくお願いします。どうぞ。はい、どうぞ。和歌山新報の佐野と申します。先ほどの岡田代表のご講演の中でもあったかと思うんですが、野党の選挙協力というのが関係ですが、現在、共産党さんが協定候補を立てていらっしゃるところの和歌山県です。またですね、安保法案の安保法制 の、 反対運動においての、
まあ、協力関係をされてですね、まあ、市民団体の中にもそういう候補を立てようという動きがあるというふうに伺っているんですが、そういうところから、まあ、もし候補が出てきた場合ですね、まあ、政党としては、まあ、民主であるとか共産であるとか の、まあ、支援を求める形になろうかと思われるんですが、まあ、その辺の、まあ、共産党との関係、またそのあれですね、その反安倍政権で別の候補が現れたときにどのような対応されるのかというようなことを、まあ、これです、まあ、岡田代表にお伺いしたいと思います。はい、お願いします。はい、まず共産党とは、まあ、具体的な話をしておりません。まあ、したがって、まあ、候補者を取り下げるとか、まあ、その可能性は C さんは言及はされているんですね、一般論として。しかしそれ以上の具体的な話は現時点ではしておりませんので、それ以上の答えは現時点ではしかねるということであります。あくまでこれ一般論としてお答えしておきたいと思います。まあ、もう一つの話はちょっと私詳細承知しておりませんが、どこまで煮詰まった話なのかですね、和歌山県の中の話だというふうに思うんですけれども、まあ、私があまりお答えするに適切ではないんじゃないかというふうに思いますが。どうぞ、他にございませんか。じゃあ、内容ですので、これで、参議院議員立候補予定者の記者発表とさせていただきます。はい、よろしいですか。候補者ですか。じゃあ、これ、はい。